はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハットです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回は2019年正月イベント閻魔帝繁盛期についてちょっと注意する点があったんで、それについて、お話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。で、イベントの効率のいい進め方に関してはまた後日投稿したいなと思いますんで、どうぞよろしくお願い、ご了承お願いいたします。では、やっていくんですが、今回何を注意する点かっていうのは、お客様満足度と奉納ポイントについて、この2つについてちゃんと理解しておかないとイベントをねスムーズに進められないっていうのがあるんで、それについてお話ししていこうかなと思います。で、今回のイベントなんですが、お客様満足度を貯めてそれを奉納ポイントに変換し、その奉納ポイントを貯めることでストーリーが発展してって、ストーリーを進めていくというイベントになっております。はい。なので、まあ、超簡単に言うとお客様満足度を貯めればいいという感じのイベントとなっております。で、お客様満足度に関しては、ここら辺のあれですね、閻魔帝改築を、することで満足度というのは貯めていけるんで、まあ、とりあえず、ここのところを、クリアしていくというか、まあ、素材を集めて、ここのやつをやっていくっていう感じになるんですが、正直それに関しては簡単です、わかりやすいです。ただお客様満足度を奉納ポイントに変える、このシステムが正直注意するべき点です。ややこしいです。まあこれについてちょっと深く話していくんですが、まず、お客様満足度を奉納ポイントに貯める方法としては、イベントの概要の方に書いてあります。ここですね、毎日1回 AM10 時以降にお客様満足度に応じた奉納ポイントをゲットで、これに関しては毎日1回 AM10 時以降にイベントマップに変異、簡易、まあ移動した時にお客様満足度と同じ値の奉納ポイントを獲得できます。で、この奉納ポイントに関して獲得できるのは AM10 時から翌日の、AM9 時59分の間に1回のみで、獲得できる奉納ポイントはその日の分です。で、前日以前に入手できなかった分をまとめて獲得することはできませんって書いてるんですが、その下側ですね、イベント開催期間内に奉納ポイントがメインクエスト解放に必要なミッションの達成値に、達成値に、満たさなかった場合やイベントを開始したタイミングによっては全てのメインクエストをクリアすることができなくなりますのでご注意くださいと書いてます。これが注意するべき点です。はい。なぜかっていうと、この毎日1回 AM10 時以降に、まあ、ログイン、まあ、イベントの方に移動すると、奉納ポイントが獲得できるんですが、このお客様満足度を貯めていないと、奉納ポイントは獲得できません。かつ、まあ、奉納ポイント、お客様満足ポイントだね。ん?お客様満足度を、翌日のその10時以降に食べた場合、そのお客様満足度に関しては翌日の朝10時まで待たないと奉納ポイントに変換することはできないんで、まあ仮に今日今からやったとして、3000ポイント貯めました。そして明日の、朝10時になると3000ポイント奉納ポイントが貯まってきます。ただ、それ以降のポイントに関してはまた次の日に待たないと奉納ポイントを獲得することができないという感じになるんで、ちゃんと毎日周回していかないとこのイベントをクリアすることっていうのができなくなるんですよね。で、もうここの注意点に書いてるんですが、そのイベントを開始したタイミングによっては全てのメインクエストをクリアすることができなくなりますのでご注意ください。これちょっとイベントとしてどうなのっていうのがあるんだよね。これに関してはなぜ言ってるかっていうと、このメインクエスト第7節と、第9節第12節に関して、第7節が3500、第7節が奉納ポイント3500ポイント、第9節が、奉納ポイント9万ポイント、12節が奉納ポイント50万ポイント獲得せよってなってるんですが、まあ仮にイベントが終わる3日前ぐらいに、やっと、2部3章が終わってイベントが開始できるようになったってなった時にクリアできるのがギリギリになってしまう、もしくはもう時間的にクリアができないっていうことになってしまうんで、なんだろう、前回他のイベントに比べてめちゃくちゃ過酷なんですよね。まあ他のイベントとかだった場合
まあ、過去のイベントだったら、まあ、正直なところ1日あればそのイベント全部クリアできる、まあ、石砕いたりとかしたらできるっていうのがあったんですが、今回に関しては毎日コツコツこの奉納ポイントを貯めていかないとメインストーリーすらクリアすることができない、かつ2部3章やっと終わらせて、あーちょっと疲れたなって言って息抜きした瞬間にこのメインストーリー、メインストーリーじゃないわ、イベントをクリアすることができなくなるっていうことになってしまうんで、ここのところは本当に注意してください。で、これ10時以降入った瞬間に奉納ポイントが強制的に、獲得というか変換されます。 お客様ポイント、お客様満足度が、強制的に奉納ポイントに変換されます。なので、まあ仮に10時以降にログインしてしまったら、10時前にログインしてとりあえず周回してポイントを貯めるっていうんだったらセーフなんですが、もし10時が過ぎた直後に周回しだしたってことをした瞬間にまたイベントを進めるのが1日遅れてしまうんですよね。で、この1日遅れるとどうなっていくかっていうと、別になんかもうここまで周回したくない、やる気ねえや、このイベントパスしようみたいな感じになって、もうやる気が毎日正月からだれて最終的にイベントやらなかったっていうことになってしまうことがあると思うんで、まあそういうのが結構辛いんじゃないかなと思います。あとその一応このイベントに関しては15日までかな、15日まで一応イベントとしてはあるんですが、やっぱ正月の1日から始まって、正直1日から回ってる人って、まあ、休日の人、休日というかもう休み取れてる人とかもいるし、まあ、あとは大学生とか高校生とか休みだと思うんですが、やっぱその1月三が日働いてるとか、初めの1週間もうフルで1月は働いてるよっていう人もいたりするんで、これのイベントに関してはどうなんだろうな、せめてなんか1日にね、朝と昼の10時に2回とかだった場合、そういうの関係なしで、まあ、とりあえずポイント貯めればいいなと思ったんですが、この毎日1回っていうこの限定してるので、この朝10時までにポイントを貯めないとストーリーが進めることができないってなるのはちょっとこれきついんじゃないかなと思ったんで、とりあえず、それは注意しようという感じの動画を作ってみましたっていう感じだね。うん、なのでまあ結構難しいことを言ってたかもしれないんですが、とりあえず奉納ポイントに関しては貯めないと、イベントを進めることができないんで、翌日、まあ、朝の10時までに、周回できるところをちゃんと毎日周回して奉納ポイントを貯めていくっていうことをやれば、今回のイベントは、まあ、まだ、周回はしやすいかなと思うんで、とりあえず毎日コツコツ頑張りましょうっていうのを伝えたいという動画でした。はい、まあ今回のイベントは本当に毎日走らないとクエストクリアすることができないっていうことになるんで、もし時間がある人に関しては早めにもう金リンゴとか銀リンゴ、食べてもいいっていう感じで回ってった方がいいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回は、効率のいいストーリーの進め方について解説していこうかなと思うんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.